でも楓は引っかかったんでしょ。それが中学の頃、そっか、それで自分自身を傷つけてまで守ろうとしてくれた男の子にそのまま弁護しちゃったわけなんだ。なんか僕の知ってる誰かさんにそっくりで笑うこともできないかな。そう、誰かさん。その誰かさんの経験から言わせてもらえばね、楓は本気で凛ちゃんのことが好きよ。だけどその思いを通じさせることを怖がってる。通じさせちゃいけないって自分を責めてる。凛ちゃん許してあげられる？楓のこと。もしそれができるなら、あとは凛ちゃんの気持ち次第じゃないかな。守りたいものがあるなら、それを守ってあげればいいんじゃない？花火ですか？ですね。夏ももうあと少しですし、最後にいいかもしれません。特に今年の夏はいろいろとあった年でしたから。それじゃあ今日の夕食後に。
忘れているって、忘れられているって思っていました。あんなにリン君を苦しませてきた私との約束なんて最初に忘れてしまっているって。忘れるわけありません。忘れられるわけがないです。私にとってあの約束は最後のつながりでした。自分が本当に許せなくて、リン君のそばにいてはいけないって思って、何度も諦めようと思いました。だけどあの約束があったから、約束を守らなきゃいけないからって自分を騙して、私はリン君のそばにいたんです。そばにいられるための最後のつながりだったんです。自分が許せなかったんです。何も考えないで、ただリン君のことを恨んで、ただリン君のことを憎んでいただけでした。子供だった。そう言ってしまえば簡単なことかもしれません。だけど私がしてきたことは事実なんです。私のことを考えて、私のために自分を犠牲にしてくれていたリン君、そのリン君をただ拒絶し続けていた私、私はリン君が好きです。だからリン君のお世話をしたかった、し続けてきました。これからだってリン君が望んでくれるなら、私はずっとリン君のお世話をしていきたい。だけど気づいてしまったんです。リン君への思いは本物なのに、でもその裏で
違う考えを持つ自分がいたんです。リン君に尽くすことで自分を許してもらおうとしている自分が、リン君を愛して、そしてリン君に愛してもらえれば、それが自分への許しになるんじゃないかって、そう思っている自分が、リン君への思いを、リン君の思いを、私自身への許しを得るための道具みたいにしている自分が、リン君に愛されることで自分を許してもらおうとしている私が、それが私は許せなかった。そうしなければ一緒にいられないように思ったから、ずっと一緒にいたかったから、そんな境界線を作りました。私は奪ってしまったから、リン君を信じなかったから。これ以上望めなかった。怖いんです、リン君に嫌われてしまうことが。リン君にだけは嫌われたくないんです。リン君にとって私が少しでも必要でいたかった。必要だって思われたくなかった。Thank you.
ずっと一緒にいてください。私の顔、ご飯粒でもついてますか？それを言ったら、リン君の顔だって見慣れてますよ。もう見飽きるくらいに見てきてますから。深夜番組が面白くて、うさんくさい探検隊ネタはやっぱり何度見ても最高よね。そんなんでよく起きれ、全自動万能奥様がいるものね。それはそれは失礼しました。帰りも大変よね。そんなことありませんよ。私はむしろ嬉しいですから。
あの一件以来何か変わるかなって思ってたんだけど、そうでもないみたいね。Yeah.